あ、かわいこちゃん、今日はどうしたの？お目当ては本かしら？それともお姉さんに会いに来てくれたの？相変わらず優しい子ね。でもあいにく今は仕事があって、しばらくはアフタヌーンティーに招待してあげられないわ。うえ、リサさんが真面目に仕事してるなんて珍しいな。確かにそうね。前回こうして研究に没頭したのはまだ教練院にいた頃だったもの。久しぶりに真面目に考え事をしたらちょっと疲れちゃったわ。そんなに興味があるのならあなたも参加してみない？お姉さんと一緒に学生時代をもう一度体験してみるのはどうかしら？急に仕事を押し付けるなよ。まあ嫌なの？お姉さんと一緒に困難を乗り越えるせっかくのチャンスなのに。あ、ちなみに報酬もかなり豪華なのよ。あなたも知っていると思うけど、騎士団はずっと錬金術の研究をしてるの。でも大半の研究は実験室で行われるでしょ。だから人々は錬金術のことをあまり詳しく知らないわ。多額の資金を費やした研究は結局あまり多くの役割を果たせていなかった。そこでジンは錬金術の成果を一般人に広めることにしたの。ひとまず錬金薬をね。私は普段図書館のことだけでなく騎士団が提供する薬剤の管理を手伝っているわ。薬剤学は私の研究分野の一つなの。ジンからすると私はこの仕事にぴったりだと思ったんでしょうね。ただ人々が日々必要としているものを提供するって観点から見れば、素材を少し調整して錬成方法も適度に簡略化する必要があるわ。そうなると簡単だと思っていた研究がちょっと複雑になってきたのよね。つまりオイラたちにその研究を手伝ってほしいのか？でも錬金術の理論なんてオイラたちよく知らないぞ。違うわ。お姉さん、もっとあなたたちにふさわしい仕事を思いついちゃったのよ。錬成技術の研究は着実に進んでいるけれど、実際に使った人々からのフィードバックが得られなければみんなのニーズに応えられるかどうかはわからない。でも薬を開発しながら意見を集めるとなると、より効率的な方法が必要になってくるわ。そこで私はひらめいたの。直接錬金薬を売るお店を開けばいいのよ。そうすれば薬を作りながら日常的な需要についても調査できるわ。おお、さすがリサさんだぞ。二つの仕事をいっぺんにやるってことか。そういうこと。そしてこの仕事に一番ぴったりなのが我らが騎士団のエリート、旅人よ。教練院にいた頃もよく学生同士で研究を手伝い合ったものだわ。かわいこちゃん、こんな青春を体験してみたくない？なんかいい感じに言ってるけど、本当はサボりたいだけなんだろう？ええ、気合十分ね。仕事が一段落したら、お姉さんが直々に報酬を用意してあげるわ。もうお店を開くための事前準備は終わってるの。後のことは、向こうについてから話しましょう。ここでお店を開く予定よ。わあ、この下準備をリサさん一人で全部やったのか？いいえ、騎士団のみんなが一緒に頑張ってくれた結果よ。開業資金はジンがわざわざ用意してくれたの。薬を作るのに必要な材料や設備についてはアルベドとスクロースちゃんが協力してくれたわ。そして今後の物資の補給は後方支援部隊の担当、そこにあなたたちも加わってくれたおかげでお姉さんの負担はかなり軽くなったわ。ここ数日騎士団はお店の宣伝をしてくれているの。準備ができたらもう正式にオープンよ。
じゃあ早速こちらの材料を使ってポーションを練習してみてちょうだい。ポーションが出来上がったみたいね。これで販売を開始できるわ。これで開店準備は終わったな。ちょっと休憩してお客さんが来るのを待とうぜ。最初のポーションは無事売れたみたいね。いい滑り出しだと思うわ。次にどんな薬を作るかは市場の情報を参考にして決めないといけないの。最近のニュースに基づいてどんなものが必要か推測する。これは経営のための必須スキルよ。なんだか難しそうだなお姉さんが最近の市場情報をまとめてあげたから心配しないで。どう？これから販売するポーションについて何か思いついたかしら？じゃあ新しい薬草の栽培を試してみて。ここにある薬草は生物錬金の技術で品種改良されていて、それぞれ異なる効果と特徴を持っているのよ。入れる材料の種類によって最終的に出来上がるポーションも変わってくるから、いろんな組み合わせを試してみるといいわ。さあ、実際に試してみて。栽培にも慣れてきたみたいね。そうそう、後方支援部隊の騎士がついたの。彼女が定期的に新しい物資を補給してくれるから、後で挨拶しておいてちょうだい。後のことはあなたに任せるわ。そうだぞ、なんでオイラたちだけが忙しくしてるんだ。リサさんは何してるんだよ。私？もちろん可愛い子ちゃんが経営と錬金術のコツをうまくつかめるようにサポートしているのよ。お姉さん、ずっと応援しているわ。頑張ってね。やっぱりな。オイラ、こうなるって分かってたぞ。
騎士さん、そして侍従のパイモンさん、こんにちは。後方支援部隊の騎士フレダです。どうぞよろしくお願いします。おお、オイラの名前ってもうそんなに知られてるのかって。侍従なんかじゃないぞ、オイラはこいつの仲間だ。すみません、うっかりしていました。流行りの小説の呼び方が映ってしまって。あなたたちの功績はもはや伝説みたいなものです。本当に羨ましい。私も各地を冒険する流浪の騎士になりたいです。そういう暮らしはきっと面白いだろうなって。そうですね、小説に出てくるそういう騎士はみんな危険だらけの毎日を生きています。とにかく今は目の前の仕事をきっちり終わらせましょう。代理団長からあなたたちの経営を全力でサポートするようにと指示を受けました。何か必要なものがあればいつでも言ってくださいね。最近新しい物資が届いたばかりです。必要なものがないかぜひご確認ください。よう、久しぶりだな。久しぶり。おう、北斗、エウラーって、お前たち知り合いだったのか？ははっ、出会ったのも何かの縁ってな。やりとりをしていくうちに親しくなったんだ。北斗船長とはドーマンポートで知り合ったの。モンドには仕入れに来ているそうよ。私は散歩に付き合っているだけ。え？エウラーが積極的に友達を作ろうとするなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。北斗船長とは知り合ったばかりで、まだ友人とは呼べないわ。ただ騎士としてはもてなすべきだと。え？ずっと仲良く喋っていたじゃないか。あれはただの社交辞令だったのか？え？あ、そういう意味じゃなくて、ただこの間私が無礼を働いちゃったから、私なんかと友達になるのは嫌じゃないかと思って。あんな誤解なんて全然気にしてないさ。誤解？何の話だ？ああ、実は数日前のことなんだけどな、船をドーンマンポートに停泊させている間、船員たちと酒場へくつろぎに行ったんだ。だがそしたら酒場で酔っ払いたちが言い合いを始めちまってな、殴り合いになる寸前で私は間に入った。ところがだ、そいつらは私の助言を聞き入れようとしなかった。どうしても互いに手を出す気でいたようだったから、ちょっとした方法であいつらを落ち着かせたんだ。で、ちょうどその時見回りをしていたエウルアにその混乱した場面を見られちまった。続きは私から説明するわ。この間ドーマンポートの埠頭で密輸された2が見つかったから、うちは最近パトロールを強化しているの。あの日は知らない顔で、しかも船員の格好をしてたから、そういうことじゃないかと心配になって、北斗船長に入港許可証を出すようお願いしたのよ。手元にないから港のスタッフに確認してくれと北斗船長は言ったわ。でも私はどうしても同行してもらいたくて諦めなかったから、ちょっとしたいざこざが起きたというわけ。しょうがないって、あれがあんたの責務なんだからな。あの時はちょっと飲みすぎてて、私の言葉遣いもきつかったし、その後エウルアと一緒に船に戻って書類を確認してもらったんで、誤解はすぐに解けた。それでちょっと申し訳なく思ったから、酒場に戻ったら一杯おごらせてくれって提案したんだ。で、実際飲んでみたら共通する話題が多くてさ、酒場の営業終了時間まで話し込んじまったよ。昨日北斗船長が
今日はモンド城を見て回りたいって言ってたんだけど、私もちょうど騎士団に書類を提出する予定だったから一緒に来たの。さっきから言おうとしてたんだが、私たちはもう友達みたいなもんなんだから気を使わないでくれ。私のことは北斗でいい。そうね、じゃあ遠慮なく。あ、それで騎士団に戻ったら君たちがここで店を開いているって聞いたから、北斗と相談してついでに挨拶しに来たの。そういうことだ。私もモンドの錬金薬がどんなもんか見てみたかったしな。ああ、だが私は頑丈だし、後悔で使うような薬も揃ってるんだよな。そうだな、精神を落ち着かせる安眠効果のある薬はないか。あら、北斗はあまり眠れないの。いやいや、私はぐっすりで横になったら即夢の中さ、日が昇るまでな。だが私の友人がな、普段いいものばかり食べてる割によく眠れていないようなんだ。贅沢病か、毎日考え事ばかりしているせいかはわからないが。その友達ってもしかして。ああそうだ、もう珍しい宝物は見飽きてるだろうしな。もし徹底的に息抜きしてゆっくり眠れるんなら、その方が彼女にとっては貴重だろう。よし、要望はメモしたぜ。それじゃ頼んだ。え、何か問題とかは起きてないよな。よし、これで手土産の用意もできたな。もう帰るの？ドーンマンポートに行くなら送るわよ。ああ、一回りしたからそろそろ帰ろうかと。仲間たちをあんまり待たせるわけにもいかないからな。旅人パイモン、また今度な。商売繁盛を祈ってるぜ。遊撃小隊を代表して私も君たちに感謝するわ。